レドリー・キング、レドリー・キング、レデリー・ブレントン・キング、1980年10月12日隊は、イングランド・ロンドン出身の元サッカー選手。イングランド代表だった。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。トッテナム・ホットスパー FC のアカデミー育ち。地元・ロンドンの出身でトッテナム・ハイヌキのセンターバックであった。トッテナム一筋のアンクラブマンであり。 トッテナムのキャプテンも務めた。1997年に17歳でトッテナムのユースチームに入団。1999年5月のアンフィールドでのリバプール FC 戦に出場しトップチームデビュー。当時はセントラルミッドフィルダーとしてプレーしていた。2000年12月のブラッドフォードシティ AFC 戦で開始10.8秒でトップチームでの初得点となるゴールを挙げ、 プレミアリーグの最速ゴール記録を更新した。2001年にクレンホドルが監督に就任すると北ロンドンのライバルであるアーセナル FC へ移籍した首相のソル・ギャンベルの穴を埋めるためキングはセンターバックへとコンバートれた。開幕戦のアストンビラ FC 戦を無失点に抑える、コースタートを切るとレギュラーとして32試合に出場し、 トッテナムの心くシーズンでの最高順位となる9位フィニッシュに、三に。シーズン終了後には、イングランド代表に招集されるなど一躍期待の若手 DF となった。2002から03シーズンは全部に負傷を抱え11月まで出場することができず、25試合の出場に終わった。2003年9月21日に、ホドルが解任されると、暫定監督のデイビッド・プリートは、 キングを再びセントラルミッドフィルダーに戻した。2004年2月4日の FA カップマンチェスターシティ戦ではおよそ3年ぶりの得点を記録。このシーズンはほとんど DF としてプレーすることがなかったものの、シーズン終了後にはユーロ2004のメンバーに選出された。2004から05シーズンはジャック・サンティニが監督に就任し、 またマイケル・キャリックら守備的ミッドフィルダーが加入したことからセンターバックに復帰。ベテランディフェンダーのヌールディン・ナイベトやゴールキーパーのポール・ロビンソンと共に形成したディフェンスラインは13度のクリーンシート無失点試合とリーグ最小の1失点を記録しトッテナムのクラブ記録を34シーズンぶりに更新した。キングはリーグ戦の全38試合にフル出場。 カップ戦9試合にも出場し、トッテナムのこのシーズンの全試合のうち欠場したのは1試合のみであった。キングはアーセナルとのノースロンドンダービーでの得点を含む自己最多の3得点を記録。9月にはプレミアリーグ月間最優秀選手にディフェンスの選手として初めて選出された。またジェイミー・レドナップが2005年に移籍した後にはトッテナムのキャプテンに就任した。 2005から06シーズンは、プレシーズンのピースカップ制覇に始まり、キャプテンとしてチームを牽引。マイケル・ドーソンと新たに組んだディフェンスラインは前シーズンよりも、さらに強固者となり、シーズン失点数は38失点となり、再びクラブ記録を塗り替えた。キングは、アーセナルとのダービーマッチで、再び得点するなど自身最多体の3得点を上げ攻守に活躍した。 トッテナムは4試合を残して4位とチャンピオンズリーグ出場権獲得を狙える位置にいたものの4月にキングが中足骨を骨折し離脱したことで失速5位に終わった2006から07シーズンは骨折の治療のため9月半ばまで出場することができずその後も出場は制限された後に再び中足骨を骨折し セビージャ CF との UEFA カップ決勝に出場することは出なかった。このシーズンは、キングはトッテナムの全58試合の半分にも出場することができず、27試合出場。トッテナムは2シーズン連続で5位となったものの、クリーンシートは3試合に減少した。2007から08シーズンは、負傷がさらに悪化し、初出場は12月26日のフラム FC 戦と、 なった。その後もわずかながら出場し、カーリングカップ決勝のチェルシー FC 戦での勝利に、貢献始発タイトルを得したが、4月には再び離脱。リーグ戦4試合、カップ戦6試合の、計10試合の出場に終わった。2008から09シーズンもキングの出場機会が、制限されることは明白で、監督のファンデラモスは当初は、カップ戦に優先して、キングを起用した。 しかし、開幕8試合でトッテナムは勝ち点を2しか上げることができず解任。後任のハリー・レドナップはリーグ戦でキングを起用する方針を取り、チームを立て直した。10月26日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦で、プレミアリーグ200試合出場を達成。カーリングカップ決勝では、キャプテンとして、マンチェスター・ユナイテッド FC を120分間、無得点に抑えた。 pk 戦で敗退した。5月10日に、クラブで酒に酔い暴行を働いたとして逮捕された。1日で釈放され、キングは、クラブの公式サイトで、謝罪文を公開した。なお、事件後最初の試合となった5月16日の、マンチェスターシティ戦に、キングは出場した。2009から10シーズンも引き続き出場リーグ戦、のみとなったが、2010年4月14日の、 アーセナル戦ではフル出場し自身初めてのノースロンドンダービー勝利を経験。トッテナム4位、マンチェスターシティ5位で迎えた5月5日の式との直接対決でもキャプテンとして無失点に抑えた。このシーズンはトッテナムがプレミアリーグ以降後最高となる4位に入り、初めて UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。シーズン終了後にはトッテナムと 新たに2年契約を延長した。2012年7月19日に怪我を理由に現役引退を発表。以降は、ドッテナムでアンバサダーを務める。ミッドフィルダー時代の U-21 代表に、選出後、2002年3月27日のイタリアとの親善試合でディフェンダーとして A 代表デビュー。 2004年2月18日のポルトガルとの親善試合で代表初得点を挙げた。2003から04シーズンは大部分をミッドフィルダーとしてプレーしたが、ユーロ2004初戦のフランス戦では負傷したジョンリーに代わりセンターバックとして先発出場。またグループリーグ第3戦のクロアチア戦では守備的ミッドフィルダーとして途中出場した。 ワールドカップ予選での活躍から本戦でのメンバー入りが濃厚視されたが、膝の負傷のため落選した。ファビオ・カペンロ就任後最初の招集メンバーにも選出されたが負傷のため辞退し、2008年、2009年は代表では出場なしとなった。2009年3月28日のスロバキア戦と4月1日のウクライナ戦に向けたメンバーに1年半ぶりに招集されたが、 やはり事態。しかし5月11日に 2010FIFA ワールドカップへのイングランド代表30人選出され、5月24日のメキシコ戦で3年ぶりの代表での出場と、6年ぶりの得点を挙げた。キングはワールドカップ出場メンバーに残り、首相のリオハーディナンドの負傷もあって、グープリーグ初戦のアメリカ戦に先発出場し、W ハイデビューを果たしたが、負傷し、 前半のみで交代。大会を去った。フィジカルの強さ、ヘディング、両足のボールの扱い、タックルのタイミングなどディフェンダーとして高い能力を誇り、トッテナムの監督を務めたマルティン・ヨルは、私のキャリア最高のセンターバックと評していた。また、元チームメイトで、スカイスポーツの解説者であるジェイミー・レドナップは、キングはボールを引き寄せる磁石のような喫水の DF で、 イングランドで最高のセンターバックだと称賛していた。タイムズ氏はドッテナムの前年代でのベストプレイヤー50人の中で25位にキングを挙げた。晩年は慢性的な膝の負傷に悩まされ効果的な治療法も見つかっておらず1週間に1試合の出場が限界とされていた。チームでの練習の代わりに個人でフィットネスを行って調整をし、 練習をほとんどせずとも試合では良質なプレーを続けたキングを監督のハリーレドナップは完全な変人と表現した。トッテナムのサポーターは彼は一本しか膝がないがジョン・テリーより上だというちゃんとでキングを称えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。